皆さんこんばんは。今回は穏やかな語り口で世界の車窓からのナレーションや朝ドラ「チムどんどん」で黒島結菜さん演じる信子の王子健吉を演じている石丸健次郎さんについてお話しします。まずは軽くプロフィールをご紹介します。生年月日1953年11月1日68歳。出生地 大分県、身長 173cm、血液型、A 型、職業、俳優、声優、ナレーター、世界の車窓からのナレーションで知られる石丸さんは、世界の車窓からの放送回数が、1万回を優に超えているので、今では朝起きて、世界と口にしただけで、その日の健康状態がわかるそうです。 また、世界の車窓からのおかげで、すっかり電車のイメージが定着してしまい、仮面ライダー電王や、十津川警部シリーズなど、電車が関係する番組に多く出演していて、ぶらり途中下車の旅で、ナレーターを務めたこともありました。そんな石丸さんはプライベートについて、あまり語る機会がなかったため、独身だと思われている人が多いようです。 しかし、石丸さんは既婚者で妻となった女性は、徹子の部屋のディレクターをしていました。徹子の部屋の打ち合わせでディレクターが、石丸さんのもとを訪れたことが出会いのきっかけで、結婚の際には、徹子の部屋で知り合ったので、仲人は黒柳徹子さんが務めたそうです。また、妻は一般人ということで、年齢や氏名は公表されていませんでした。 そして石丸さんが結婚した時期は不明で子供がいるのかは分かっていません子供がいてもおかしくない年齢で同年代では孫がいる人も多いでしょうが長らく独身だと思われていた石丸さんなので晩婚の可能性も高そうですね石丸さんほどの大物タレントならば子供がいたら少なからず情報があるはずですが 全く情報がないということは石丸さんには子供がいないのかもしれませんねそんな石丸さんといえば筋骨隆々のたくましい体をしていることも有名ですサスケやスポーツマンナンバーワン決定戦など身体能力を競う競技の常連である石丸さんは還暦を過ぎても見事な肉体美を維持していてどんなハードなトレーニングをしているのかと 調べてみると筋トレはしたことがないそうでフリークライミングや登山サーフィンなどをすることで自然と筋肉がついたそうですまた足場の悪いところを走ることで足腰のトレーニングにもなっているようです石丸さんがいつまでも元気で若々しいのは自然で養われた体のおかげのようですね石丸さんがウィンドサーフィンを始めたのは 37歳の時でほとんどのスポーツは1日練習すると、だいたいできるようになるそうですが、ウィンドサーフィンだけは、なかなかうまくできなかったようで、多くのレースにエントリーするなど、自分を追い込むことで上達していったそうです。石丸さんは多い時には1日10時間も、ウィンドサーフィンをしていた結果、 2014年に台湾で開催されたスピードチャレンジで2位となるスピードを記録しましたまた登山も石丸さんの趣味の一つで登山歴は50年のベテランなんだそうで石丸健次郎の山カフェという登山がテーマのラジオ番組の MC まで務めていますそんな石丸さんが剣岳の長次郎谷ルートを登ったことが話題となっていました きっかけは、岩と雪の殿堂、剣岳を行くという。番組で剣岳を登ることになったそうで、毎日35キロの荷物を背負って階段を10階まで、10往復するなど足腰を鍛えていました。その特訓のおかげか、石丸さんは長次郎太にルートを、2泊3日で見事踏破しています。長次郎太にルートを踏破したことについて、 石丸さんは80歳までは登山を続けると決意を明かしていましたいくつになっても若々しく元気なのは登山の影響があるのかもしれませんねこれからも元気に活躍し続ける石丸さんを応援しつつ注目していきたいです最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです また、お会いしましょう。